い、どうもこんにちは、しばです。今日お話しするのはですね、僕たちがまあなんでね、そのネガティブになっちゃうかっていうところなんですけども、まあ結果を出すには今この瞬間に集中すればいいよっていうことを僕も動画で結構話しているんですけども、実はこれが一番難しいんですよね。で、僕もそのサッカーでやっていると常にね、不安になったりとか失敗を恐れたりっていう気持ちが出てくるんですけど、まあ、これはなんでかなってずっとね、思っていました。で、まあ最近の脳科学の研究になると、まあ、そういったところは分かってきていて、実はその DML っていうのがデフォルトモードネットワークっていうね、僕もその分野じゃないんで分かんないんですけど、普段ね、意識的に脳を使ってないときはその DML になっていて、過去とね、未来に意識が飛んで不安の状態になりやすいっていうのが、僕たちの脳の仕組みとしてあるんですね。これは多分おそらく200万年前に脳ができた、時の、プログラムだと思うんですけども、その当時っていうのは常にね、危機察知してなきゃいけないんですよ。ジャングルとか、野生の動物とかいつ死ぬか分かんないっていう時にこう生きなきゃいけないっていう状態で、そのいつもね、危険を感じるように、この時こうだったな、危なかったなとかね、いろいろ考えてないと、反応できないっていうのがあるんですね。その時にね、未来にワクワクしてとかですね、やっていてもその反応ができないので危ないですよね。だからデフォルトでその危険をイメージしたりとか不安に怯えながら生きることで、僕たち人間のね、まあ、先祖は、生きることができたんですね。なのでデフォルトとして、あるってことですね。だけどまあ今はねそうじゃないですよね。僕たちはやっぱりクリエイティブに、パフォーマンスをしたり、結果を出していかなきゃいけない時にはその脳の前頭葉っていう部分を使わなきゃいけないんですね。で、その DMN にある時っていうのは前頭葉が使えてない。で、じゃあね、そのね、脳の部分、前頭葉を使ってよりクリエイティブなことをしていくにはどうしたらいいかっていうと、まあ最近言われてるのは瞑想ですよね、瞑想。瞑想することでですね、脳の、使うところ、電気が流れてるところっていうのが、まあその脳科学的に最近はですね、その前頭葉に、が使えるようになるっていうことが分かっているんですね。なので瞑想がすごく有効だっていうことで、まあ Google とかですね、世界の企業とかが取り入れてよりクリエイティブになっていこうっていうことなんですけども、まあでも瞑想ねやってみると分かるんですけど難しいんですよね。瞑想してるのに結局 DML に引っ張れちゃって、そのね、あの時ね、あいつに会わされちゃったなとかね、今日これからねどうしようとかね、この夢叶うかなとかね、いろいろ考えちゃって、結局瞑想して座っているだけで、デフォルトモードネットワークの状態にあるっていう感じなんですよね。で、実はこの DML にある時が一番ね脳のエネルギー消費をしてしまうっていうことがあるんですね。僕たちの1日に使う脳のエネルギー量の約7割から8割をその DMN が使ってるって言われてるんですよね。だから瞑想するとその脳のエネルギー消費量省エネができるっていうことなんですね。で、僕たちの感覚で集中するとなんか疲れるなと思うんですけど、実はその瞑想すると逆にね疲れが取れるってことなんですね。で、瞑想していくと交感神経から副交感神経にね、変わるんですね。そうすると血流が良くなって、循環がね良くなっていくと、まあ、眠りも深くなっていくことで体の疲れも取れていくってことがあるので、瞑想はすごくいいんですね。だけどまあ瞑想ね難しいのはそのやっぱり空っぽになるとか無になるってみんなね誤解しているんですけども、実はね無になれないんですね。そのデフォルトモードネットワークなので、必ずその不安とかやってみたらね分かると思うんですけど、もう座って20秒も経たないうちにそういったね思考がどんどん出てきます。で、出てきちゃって、ああ全然無になれてないなとかってね、だんだんそうやってまた自分を責めちゃったりして、どんどん、またその罠にはまっていっちゃうんですね。なので僕がこうおすすめしているのは内観なんですね。で、内観っていうのは何なのかっていうと、ほぼ瞑想と同義なんですけど、内観っていうのはその自分の出てきた感情とか思考を眺めていくってことなんですね。これはあの瞑想のエキスパート、世界的に有名なお坊さんの人が話してたんですけども、これを眺めるっていうことだけで、ちょうどね瞑想と同じデフォルトモードはネットワークから解放されて前頭葉の方を使えるようになってくるっていうことなんですね。なのでその内観というのが非常に僕は、おすすめです。で、この内観もまあ瞑想と同じ、実はねその一人でやっていくのもやっぱ難しいんですね。で、サッカー選手とかね、長いまあ10年以上20年ぐらいですね、サッカーとかやってたり、まあヨガの達人とかそういったワークをやってる人たちっていうのは内観っていうのが自然とできてくるんですね。なんだけどやっぱりそうじゃない、普段生活をしていたりっていう人はやっぱり一人でやるの難しいんですね。時間も取れないし、だから結構瞑想とか始めても続かないっていう人もいるんですね。だけどそのグループである、そのチームで一緒にやっていく、みんな一緒にやっていくっていうことができると習慣化ができて、で、瞑想とかね内観っていうのは実は座ってやるだけのものじゃなくて、普段仕事をしながらもできるし、僕はサッカーしてても内観とかね瞑想やってる状態で一番パフォーマンスができるんですけど、そういった動きながらでも普段の生活でもやっていけるっていうのがね本当の内観瞑想なんですね。なのでまあちょっと内観と瞑想ってごちゃごちゃになっちゃうんで、まあ内観って言葉使うんですけど、そういった内観を、まあ、みんなでやっていく、そして習慣化していくことで、毎日の気づきとか増やしてパフォーマンスをどんどん上げていく、脳のネットワークから解放されて、よりクリエイティブな、ところを使って僕たちの毎日を変えていくっていうところをですね、オンラインプログラムネオメンタルでやってます。なのでぜひね、そのまあ科学的にも
今では証明されているところで、脳科学ですね、でよりねいいパフォーマンスを出していこうということで、ぜひ参加してもらえたらなと思っています。ということで今日はですね、なんで僕たちがそのネガティブになっちゃうのかっていう、脳が持っている元々の仕組み DMN についてお話ししました。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。